you おはようございます。画家のギソです。二号です。えっ、ー、と、今日の動画はですね、ちょっと見えてます。こちらのですね、ガラスの描き方というところに特化して、ちょっと今日はあお見せしようと思います。ガラス描けたらね、皆さんどうですかえっ、ー、と、すごくこう、絵のアクセントにもなりますし、ガラスだけでも実はあモチーフとなりえます。これはですね、2日間で描いています。2層で描いています。えー、シナベニアというパネルにジェッソ、白、黒を塗りまして、そこから油、 大体 1>, 1, 1日目は1時間、えー、2日目は50分だいたい1時間2時間弱ぐらいで描いたものでございますでポイントはですねやはりですねモチーフ、えー、モチーフのやっぱハイライト光ってるつやつや光ってるところごめんなさいねありますよねあ隠れてしまいましたでそのハイライトとモチーフから落ちている影あとはですねこの中になんていうか歪み今ちょっとこの、ね、これがこう 顔が映ったり、こうなんかそういうこう歪み歪みというかですねこの映って透けている部分とかっていうのとあとはもう1つ、大体この4つぐらいのポイントに絞って、えー、そこを念頭に形の取り方に関しては別途の動画がありますのでそちらをご覧ください。で、えー、その辺りに留意しながら描いていくと これぐらい描けるようになりますのでぜひ、えー、頑張って勉強してみてください、えー、結構あいい動画になったかと思いますのでぜひごゆっくりご覧くださいどうぞ今日ちょっと新しい試みで私の顔ワイプが入っているかなと思います それでは解説をしていこうと思います。今日はちょっとワイプみたいな感じでやってみよう。黒いですね。えっ、ー、と、白ですね。チタニウムホワイトとシルバーホワイト。左はスタンドオイルというのを混ぜてます。私はこういう風にこう白を自分で、えー、調整して、えー、左は年長性の強い厚みを持たせるための白というのを作ってます。えー、右側の方はポピーオイルで練り合わせます。えー、シルバーホワイトとチタニウムホワイト、だいたい同量ぐらいにポピーオイルだいたい30%とかスタンドオイル30%ぐらいをもう一回混ぜ合わせるということを をしておりますで、これによってですね、まあ、右の方のポピーオイルの方は薄い、えー、白ですね、左の方のスタンドオイルを混ぜた方は厚い白という形にします。そして、えー、と今一生懸命練り合わせて、えー、これピーチブラックですね、えー、とこれは、えー、バーントシェンナトランス、トランスオキサイドレッドっていう形で松田さんは売っています。ローアンバー、あーコバルトブルーですね、えーと、コバルトグリーンペール、僕はこれの色結構好きですね、カドミウムレッド、えー、カドミウム次は。 イエローということとコババルトトイオレットこの色で今回行こうと思います。で、えー、とポピュオールだけでまずですね、ポピュオールとコバルトバイオレットだけでまず、えー、画面全面を濡らしていきます。画面全面を濡らす、私はウェットオンウェットという方法を使って描くんですけども、油絵の具というのはやっぱり、あの、 乾かないというのが特性なんですよ。で乾かないのをこうやってティッシュで拭き取ってある程度薄く拭き取っていきます。乾かないというのを生かしながら描いていくというのが私の描き方です。そしてちょっと暗い色を作りまして、えっ、ー、と、今、絵の具を下地、あ、これすみません、下地に関しては、えっ、ー、と、シナベニ屋のパネルに、えー、薄く黒と白同量ぐらいのジェッソーを水で同量ぐらい、黒、白、お水同量おを混ぜ合わせて、ハケで塗って、えー、4層ぐらいですかね、塗りました。そして噛みやす でで研磨して、えー、という形で今ちょっと暗い色を絵の具を置いていっているところですね。でえっ、ー、と今回やっぱりこうガラスの描き方というところにこうスポットを当てて、えー、お見せしようと思っていますのでじゃあそのポイントとしていくつか挙げられるんですけど一番やっぱりあの代表的なのはハイライト。 でハイライトっていうのがなんでそういうハイライトがあーそうなってるのかっていうことを少し考えてほしいんですね。で例えば蛍光とか映ってますよとか、細い口のところにちゃんと光が入ってますよとか、あ少しザラついてるところにはどういう風に光が入ってるかなとかっていうことと。でそれがまず一つです。もう一つ目、もうもやり出してるんですけど。 こういう楕円形のあ、形の取り方は別途の動画をぜひご覧ください。で楕円形とかのガラスの場合こ、こう、こ例えばこうなったら、こういうところ、回り込んでいくこういうところのところっていうのはすごく大事なんですよ。ここかけると、ガラスが書けるようになっていきますので、ぜひですね、こういうところを、注意しながら見てください。そして第3番目は、落ちた影。落ちた影というところを今やってます。ちょうどですね、落ちた影とかのところに現象が起きていきます。今だと光が。あ ねキラッと光ってすごく白く見える。そういうのすごい綺麗なんですよ。そういう現象を楽しめるかなっていうのが皆さん大事ですよ。こういうところにちょっと注目して見てください。今、キラッと光っているというところを書いていってます。そして4番目は2日目以降に少し中心的にお見せするんですけども、背景とほぼ同じ、私なんか今背景とはだいぶこう、ばっちり分かれてしまっていますけども、ちょっと例えばこういうところっていうのがど、どっちが明るくてどっちが暗いか分からんってなって、 っているようなところあると思うんですねで、そういうのが結構ガラスっていうの多いんですで、そこが描けるかどうかっていうのがすごいポイントになると思いますので ぜひですね背景と物の,の中がどっちがどっちがわからんっていうこの4つのポイントもちろん形っていうのはすごく大事なんですけどもそれを抜いてのガラスの描き方っていうのはそのポイントを注意しながら見てください今外側から形をズボンと描きましたですね外側から形を出してあげる内側から描くとけ合みたいなことができるとですねえ非常にガラスらしくでガラスって言ったらあの難しいってなるかもしれませんけどもそのあたりのポイントすごくこう見てると すごい慎重にやってるでしょで私って実はものすごく描くの早いっていうのは業界でも皆さん言うててあれなんですけど違うんですよ的確なんですよ的確かどうかっていうすごい大事でよく僕はあの責任を取りましょうという言葉を使うんですけども画面に自分がどういう絵の具を載せたいかということを責任を持って置いていくということができると完成度というのは上がっていきます完成度というのは上がっていくんですね で私の場合はこれ写実的に描いていくスタイルの絵描きさんですのでそれは例えばヴィンセント・パン・ゴッホなんかでも背景のところウェッウェウウウって描いてるあれなんかも皆さん例えば模写とかされてみてくださいものすごい難しいですよあんだけ絵の具が混ざらずにウワーって描いてるイメージかもしれませんが意外とそうじゃないんですよ っていうこととかですね。今それでまた影の落ちている影のところにで,できている現象というのを描いていきます。現象ですよ。このあたりが皆様できるようになってくると本当にガラスをかけるようになってきます。わ何々ちゃんお上手ねという形になります。出ましたね。えー、と皆様のモノマネですね。よくやってますね。えー、と若い人のモノマネが得意です。えー、そして背景から描いていく、えー。私は基本的にナイロンの筆がほとんどです。今回もナイロンの筆です。これ、えー、で水彩筆みたいなのが多いですけども。 ナイロの筆を使ってベタ塗りをペペペペッとしていってたりとかしますね。えー、ベターと塗ってみて。 ペターと塗っていって、こういうの責任を取るという形を取っていってますで。ガラスって言ったら、すごくこう、あーっと、なんか私そんな素敵なガラスないとか思われても、家にある本当にコップをちょっと頑張って洗ってみてください。で、私は重曹クリーナーなるこうスプレーかなんかで、ね、シュシュとして、それで拭いてるだけです。あの、キッチンペーパーで。そうすると、せ、せんなってテカテカ、今日テカテカでしょ。乾燥肌ひどいので、えー、っと、さまたなんか、あの冬場になるとなんか塗らんとあかるんですけど、あの、乾、あの、 にカカになりますツルツルになりりまますすツツルル私なんでこんな日焼けしてるかというよ外で遊んでるからですよ。ちびたあいつと遊んでるからなんです。で、牛背景とかペターと今塗っていきました。でも、あのー、こういうところですね。えっ、ー、と、水を入れておくことによって、これ今回、 あの現象がより複雑になるんで、すよねで影に落ちてる現象が複雑になると。で、水のここの黒い線っていうかありますよね。こう、水のこう、なんて水際っていうんですか、なんうですか。で、そこのところで塗り残してるんですよ、今回。下地の色塗り残してますとか、そういうのす、え、これ書いてないんですよ。だ塗り残して書いて、これのはやっぱ下地を生かして書くっていうことも一つでもあると思います。そして今、こう、ガラスの方。特にこの、このちょ小さいカップ何って、確かね、なんかプリンかなんか。 が入っててたたたといいいうのをだだ置いておいただけなんですよでこういうのって本当に日常的にあるものでも十分僕は絵になると思っていてもちろん何か高い何万円もするガラスですグラスですとかいう方がいいっていう人もいるかもしれませんが僕みたいにねこんなんおしゃれなねあの服を着てる大体2,000円ぐらいのこういうねポロシャツを着てるような本当にもう人ですのでそんなに高い行行心もんかあこうということで今ここのここのここのここ買い取るわけですよ。 ね、そういうところです。今背景を叩きながら今平滑にしていっております。平滑にしながらですね、えー、グラデーションをつけていっているということで、えっ、ー、と明るいところから叩いていくというのがこれベースです。この叩き筆というのは、あ油絵の具についてという動画なんかでもちらっと画剤屋さんに置いてあの見せておりますので、それでも参考にしてください。で、今ハイライトを描いていきます。ピットかねで、こういう,こうなんかこうググッとなってたり、ググッとなってるような。 くなももうわかりませんね何言ってるかねそういうところで逆に綺麗に透けてるところっていうのは思い切ってベタっと塗るもうこのベタっと塗れるかどうかって結構大事なんですよベタっともういいキリですこうやっていうふうに。 やっぱこう、絵、えー、ってそういうの出てきますので、こうやって、もう真っ黒ですやったら真っ黒ですでいいんですよ。で、そこの言い切れりができるかどうかっていうのはすごく大事で、なんとなくはこんな感じちゃうかなーっていうと、半永久的に終わらないんですよ。で自分は今こうです、こうですって言い切れって学生にも言うてます。えー、って。っていう風にしていくと、えっ、ー、と、完成度というのは上がってくるわけでございます。 で、こういう突端みたいな先端みたいなのも大事にやっぱ変えていかなきゃいけないですよ。いっぱいポイントあるやんけって言われそうですけど、やっぱりですね、えー、もちろん、こうで,で、ベースとなるデッサン的なことというのもありますけども、で、もハイライトが入ってきましたもんね。すみません。ハイライトのところ、一番のハイライトのところ、あ動画にすんで、えーの、カットしてしまっていたようで、申し訳ございません。で、こういうところに起きてる現象というのを一個一個確認しながら、なぜこうなってる こうなってのかっててののかいいうのを確認すすするとすごく面白いで,すでそういう確認作業みたいなのをしながら書いていく。ただただ淡々とやるんじゃなくて、なぜこうなんだ、なぜこうなんだ。で、実はそういうことができるようになってくると、書くの速くなるんですよ。で、よくこう僕、書くの速いって言いますけど、そんな手のスピードが速いわけじゃないじゃないですか。で、根性がやっぱ速いと思います。ライブペイントなんかを見ていただくと。でもそれって経験なんですよ、ある程度。これとこれまずだ、こういう色になって、この辺こうかな、こうかな、これとっていうので。で、えっ、ー、と、手のスピードを上げれば上げる ほどあこれで乾燥を完全にさせました。 2日目ですね完全乾燥待ってって書いてますけど、実はこれ、次の日にやってます。乾くんやと、完成、あのえ、速乾剤みたいなの入れてなくても乾きました。皆さんは中3日ぐらいは咲いて開けた方がいいと思いますよ。これ僕はちょっと触ってみて、いけるっとゴーサインを出したので、今回塗りました。そしてここ大事な、えー、ポイント4つ目の、背景と溶け合っていくような微妙な色を今、スカンブルという方法、半透明の色をかけながら、スカンブルという方法を使って描いていっているというところをお見せしているわけでございます。ね中 バーと入れていっ大体こういうの僕紫コバルトバイルドっていうのでやるんですけども完成油とで今ティッシュで拭き取っていってますけども。 でもちょっと意図的にちょっと白を入れた。それによって周りと溶け合うような、わーっと柔らかいこう空気が漂うような雰囲気にしておきました。でよく混色してあげるということをして、えー、いまして、こういうところを完全にピタッと透けてるところなんか、ベタッと思い切って攻めます。僕なんか、こうやっていうふうに攻めます。で、やっぱり2層を描くことによって、より一層目で完全に決まりきらない。あ、ちょっとあ,あかん。絵の具溶き油大杉たちので、今拭き取ってるんですけども、あのー 的確さも増しますし深みも増増ししまますす深深みみなんかこう、えー、ねさらっとこうカレーでも1日目作ってすぐより2日目のがいろんなものが出てよくなるみたいな感じじゃないですけども油絵の具ってそういうこう重ねることが何層でもできるんですね。 で、それがやることによって色の深みとか微妙な色とかっていうのがより複雑になっていくっていうことができる画材なんです。で、そういうことをやっぱりこうメリット、えー、画材の持ってる特性メリットっていうのをやっぱりしっかり理解するっていうことは大事ですな。でもそうなんですけどもね、この道具を使っているのはなぜかっていうことを考えられるとより皆様成長が早いと思いますよ。 で後ろと溶け合うような今、えまあ、これ完全に後ろと今、フェッフェッってやったのわかりました。フェッフェ,フェってやったでしょっていうふうに後ろと溶け合うようなことをしたりとかですね。えー、そういったことをしながら、どん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 こう複雑に複雑になっていっていることがわかるんじゃないかなというふうに思います。それで背景と溶け合うとか、こことここをグッとして塗り残すとかですね、そういうことをしてってます。グーッと塗り残す、後ろと溶け合うとか、今これ完全にほら、後ろことも持て,てるでしょ。でも背景背景でまた後で書くんですよ。でも今の段階で、えっと後ろと 微妙に見えるとか回り込んでるとかわーっと回り込んでって奥の方になってるところに、えー、すごい強いあたりぶつかりがポンと来てしまったら前にボーンと出てくるんですよでそういうところわーっと書いてあげるとかっていうことができるようになってくると皆さんね、えー、非常にいいそしてこう背景のところにもう思い切ってペッと絵の具を置いてきましたどうしても今回も写真と絵が違うじゃないかというツッコミを入れる人がいるかもしれませんが写真はどうしてもレンズの歪みがあってそういうふうに写ってしまうっていうこれ実際に物を見ながら書いてます写真を見て書いてませんでものを見 なががら書いいいてみた方がいいですそうすると理解をしようとします。この状況モチーフの状況はなぜこうなってこうなってここに光が入ってるこういう影がなぜ落ちるのかっていうことを理解する写真っていうのは平面から平面なんでそういう理解をするその状況三次元の空間というのはあんまり理解できないんですねだから可能な限りこのぐらい簡単なモチーフでも結構だと思います。 え、見て書くということをすると、ググっと実はグレード上がります。スケッチなんか行くとすっごく難しいじゃないですか。実際現場で書くと、実はめっちゃ難しいけど、写真をそのままこう書いてたらそんなに難しくない。で、そこに起きている現象とかっていうのの難しさであるとか、火とかですね、日光が、太陽がずっとなれしているとかっていうことによって、いろんなことが起こるから難しいということもあるんですね。で、今完全後ろのとことは意図的にちょっと中まで入れてみました。と、背景今、べたと思い切って、えー、ようやくこう、モチーフの中と外、 のやり取りみたいなものがある程度終わってしっかりと絵の具をベタッと乗せ出したということを今している作業の最中でございますもちろんハイライトとかもこれからまた描いていくんですけども今後ろをもうこうやって決めてるんだやっていうことができるかどうかっていうのがすごく大事なんですよ皆様もこれぐらい勇気を持ってダイナミックに描けるようになってくるといいんですけどね難しいでしょうけども ぜひぜひその辺は頑張ってやられてみてください。そして言うてました、2番目か3番目に大事だったら影も描きながらも画面全体のことをちゃんと見ながら、この色でいいかな、これでいいかなっていう、だいたい暗い色、影、あの、地面、地面っていうか背景とかやったら、だいたい同じような色やったらば、暗い色の絵の具をまず作って、それに白を足していくっていうのが油絵の具の一般的な。油絵の具っていうのは白のチューブが大体大きく売ってますよね。多分基本色セットみたいな買ってもそういうのが大きく入ってますけども、白をどんどん足していくっていう。 方方法向ですそして白いところはどんどん厚くなっていくという方向でございます。 そして背景の方を塗り終わったら明るいところから叩き筆で叩いていってグラデーションをつけていく毛先についた絵の具とかこうやって僕ティッシュとかでよく取りますよこれそういうの動画ではカットされてますけどもここに絵の具が溜まってきたらちょっと拭き取ってあげようとしてだいたい同系統の色やったらこうこの一本で大体い,たいけますがあ細かい部分はやっぱ細かい叩き筆を使わないと難しいと思いますのでその辺は使い分けをしてあげるということはぜひしてみてくださいで背景の方もこう叩いていって柔らかいふわーっとした感じになりましたよねまだハイライト みたいなのはちょっとあのそこのところにも絵の具が薄いベールみたいなかかってしまっていますけどもググググッとこれから明るい色をのせていくわけでございます、えー、周りと溶け合うような仕事をしつつそしてハイライトをこうね生の白みたいなちゃん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 と毛先につけペッペッ例えばこれ取っ手の部分ですね取っ手の部分取ってる部分見よう見たらやっぱちょっとザラついてるんですよザラついてるところにつくあの光ってやっぱちょっとザラついてるんですよでそういうハイライトのところこういうところも少しザラついてる口のところ 一歩このなんかこうですね。これプリンが入ってたちっちゃいやつなんですけど。 そういうのをただ吹いただけなんです。これプラスチックなんですよ。ガラスじゃないやんけーって突っ込まれそうですけど、えっ、ー、と、そこの口のところなんていうのは細い線で、えー、ハイライトがついているとか、こういうの蛍光灯がなぜこれがこう映ってこうなってんのかなっていうのを見てあげると、非常に面白いと思いますよ。よく観察してみてください。こういうところもそうですね。どの光が当たっとんかなっていうのを観察してあげたり、こっちかな、えー、してあげるっていうのがすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。そして、えー、モチーフの外側からベッと強く決て 待ってくるところもあってですね。輪郭を少しぼかしてあげるようなこともあっていいと思います。そして暗い色ぐぐっと。とちかえつは白っぽいので白っちゃけた感じになってるんで少し、えー、暗いというか暗い目の、えー、不透明の絵の具で置くという作業、これも結構大事です。これ勇気を持って置いてあげたりするとね、あのすごく複雑にこ,これはなんかこなんでここがちょっと茶色っぽいのかな赤っぽいんかな。そうすると向こうの方に見えてるのが。 透けてたり映ってたりするとかっていうことが、あ、これなんやっていうことに気づいたりするんですね。で、そういうところとかも書き込んでいって、えー、少しずつ少しずつ密度を上げながら完成に向かっていこうと思っている次第でございます。この辺もそうですね。ぐぐぐぐぐっとこうベタと置いてあげる、置いてあげるみたいな作業をしつつですね。えー、後ろからバンと置いてあげるみたいなことをしつつ、えー、透けているというのをボンと置いてあげるというのも一つという感じですね。 こういうふうに絵の具が透けているとかっていうこととかをこれ本当と落ちてる影のとこにあ起こってる現象を探し出して書いているということですねこういうところもそうですね。 といった感じで最後、ディティールを描いていって、一応この2日間でやるということなんで、私の中で2日間で、これはまあ完成っていうか、終わりにしました。もちろん3日4日、また同じような作業を繰り返していくことになるんですが、それでどん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 こう、密度とかクオリティっていうのが上がっていきます。ぜひそういう風に油絵の具っていうのは乾燥させて、また構造を作って、半透明みたいなやったり、ディティール書いたりとかしながら、ぜひ皆様も素敵な作品を描いていってください。今日はガラスの描き方という というところに、えー、スポットあて、えー、日焼けしたおじさんがちちちょいちょょって感じかもしれないそういう人はミュートにしてください。えー、今ハイライトをとっとっ,っというのを置いていってるのがわかりますかあこの辺もそうですね。現象。なんか黄色っぽい光が見えたのでそういうのを書いてるんですねで。そういうところとかも大事に大事に起きながら書いていきながら。 完成とししていきましたあこれはあ大体声が枯れてきました20分近くこうやってしゃべるとやっぱり人間というのは声が枯れてくるもんですね、えー、こういうところも慎重に書きながら慎重に書きながら口のところなんかも慎重に書きながら明るいところへ置きながら色を置きながら、えー、やっていったということですね最後これもう筆の後ろでサインを入れました以上です、はい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  ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか？こんな感じにえ生後1ヶ月になりました。あ違います。こんな絵になりました。<laughs> えまあこう本当にこう。皆さんのために作画動画として作ってい。 いますけども、おやつがあ出たかったのかあ、叫んでますが、あのー、ま、あ本当にこう、ある程度、やっぱりこう、絞って描いていかないと。で、もちろんやっぱ見て描くということしてみてください。どうしても形ちょっと違うのは見て描いている部分があって、やっぱ僕のデザイン力のクリームあるかもしれませんけども、ま、あ絵画なんで、あの、ほんと自分の中で多少はこう動かしてもいいと思いますので、ただ、やっぱガラスのポイントであるとかっていうとこは、あしっかりとお、お念頭に置きながら描くだけで印象が変わってくると思います。また登場しますね。では またチャンネル登録よろしくね SNS もやってますよろしくね。